鉄とシミュレーター自体やったことないから。皆さんこんにちは、しおのみはじめです。今回は失敗小僧さんに私のリアルクリーミーが作ったシミュレーターを教えてもらいました。まず本編に入る前にちょっとだけ今回の鉄道シミュレーターについて紹介していきます。電車に行こうとかで鉄道シミュレーターって今結構有名ですよね。最近は結構なんかアプリとかでも個人制作のものが増えてますが、なんと私のであるクレミーがこれを作っちゃったんですよ。今現在ちょうど私が運転していますが、こんな感じでなんか実際の電車のような音だったり、あとは発車メロディーとかいろいろありますね。この電車は快速虹坂シーサイドパーク駅です。停車駅は虹坂シーサイドパークです。次は終点虹坂シーサイドパークです。ちなみにこんな感じで前の電車に追いつきそうになると自動的に減速する機能がありますね。こういう風にマックス80キロとか60キロとかそういう風に書いてます。朝ラッシュの時間帯の京王線みたいになんか乱行運転とかそんな感じの詰まり詰まり運転、ああいうのが一応できるっていう風にクレーミーは言ってました。なおこのゲーム自体は無料でダウンロードできるため、興味があったらぜひダウンロードしてくださいね。作ったクレーミーも喜ぶと思いますよ。ちなみに有料コンテンツの追加とかそういうことについて今のところクレーミーは分かんないっていう風に言ってました。ただ一応ダウンロードについては無料でできるため、興味あったらぜひダウンロードしてくださいね。Windows パソコンだったら多分スペック型にればできるという風に思います。一応概略を説明しましたが分かりにくいと思いますので、失敗さんが実際遊ぶシーンを見てください。それでは本編スタート。快速とか通過域があるわけ。もちろんそうですね。結構がっつりと回していきますよ。ちょっとこのパソコン低スペックが出ろとかだからですね、お待ちください。ちょっとやっぱり鉄道シミュレーターが初めての人にとっては難しい内容っていうのですいません。どうなんかね、でも今気合い入れて作ったから結構大変なの、こういうの作るのは。一応3ヶ月って言ってましたね。あ、すごいね、やっぱ大変なもんなんだ。まあやっぱりでも大変ですね。クレーミーも結構頑張ってましたし、3ヶ月とはいえ作るのは簡単ではないなっていう風には感じます。これが出発と。でまだ時間になってないからもう出られるの？まだ出発はできないですね。一応多分前の方に電車が詰まってるので厳しいという風に思います。今電車出すと、この駅は止まるの？止まりますね。でこの駅は止まるからあんまスピード出すといないことになるのかな。身内性が結構近いでゆっくりですね。こんなもんか。さすがにちょっと20キロぐらいじゃちょっと遅すぎますね。一応40キロぐらいまでは出した方がダイヤ的にはいいかもです。もうちょっとスピード上げた方がいい。もうちょっと出してもいいですね。一応私は確か40キロぐらい出して入水積極化ありますね。この辺で落とせばいいのか。停車目標が近づいたらスピード落とせばいいかなっていう風に感じます。あ、ちなみに停車目標は10両編成のうちに止めてくださいね。10ってやつです。あ、10両、あ、ここに10両って書いてあるんだね。多分停車位置的にはもうそろそろかなっていう風に感じます。そうそう、ちょっと気をつけてスピード落とした方がいいかもしれませんね。確か記憶では6両編成と同じだった記憶があります。あ、この青梅のところだね。結構いいんじゃない？これでもちょっと手前ですね。まあもしも止めるだったらちょうどこの停木が消えるあたりくらい止まるのがちょうどいいかなっていうふうに感じます。一応止まった位置的にはホームドアがないということを加味すれば十分かなっていうふうには感じます。ちなみにホームドアつくと一気に制限がきつくなると思いますね。ちなみに今現在ありません。発車時刻はもう過ぎてるから出た方がいいですね。遅延していても乗降時間があるため何が何でも10秒ぐらい止まらずに。 R7 って書いてあるのはこれドアの感じで、出発 OK がどこで出てる？あ、5分5、6、50、あ、もう出てるんでしょこれ。大丈夫ですね。あ、ちなみに本来だったら音が鳴ってちゃんとドアが閉まったとか開くとかが分かります。ちょっと今回場所の都合で音が鳴らなくてすいません。まあ、もちろん実際に家とかに住む際には音が出る環境では全然音が出ますのでご安心を。ちなみに今回失敗さんが勝負しているのは快速列車ですね。
結構途中通過駅もそこそこあるので、なかなか飛ばしていく運用となっています。結構長いロングラン運用っていう感じを想定しますね。次の駅3分間走らなきゃいけないんだ、これで。そうですね。あ、本当はディスタンスも長いよね、43とかで。やっぱり快速運転で結構飛ばしていきますね。まあ、こんな感じで距離も長めになっています。ちなみに距離さんには通過駅とかの距離は入らないため結構長く出ますよ。まあ、そういえば最高速度100キロの制限近くなので気をつけてくださいね。最高速度がいくつだ。 100? あ、そうか、100か。そうか、オーバーしたってこと。あ、ブレーキがもしも ATS にかかった場合は自分で加速しない限り強制的になんか ATS がブレーキかけちゃうので、一応 A とかをしてブレーキを解除してください。あと説明し忘れてましたが、画面上に P4 みたいな表記があります。この P っていうのが加速の度合いで、 B がブレーキの度合い、 N がニュートラルですね。140キロか、マックス。一応カーブを抜けたので140キロで走ることが可能っていうふうになってますね。この駅は止まらないわけだ。そうですね。あ、ちなみにこの駅は国鉄型配線っていう感じの雰囲気ですよね。あ、ただ中線はないっていうちょっと特殊な構造です。ちなみに先行する確定は隣に止まってますよ。でこっちで待ってるわけだ、通過を。そういう感じになりますね。あ、なるほどなるほど。ここからは多分特別な加速度制限かかるようなカーブとかは確か次の駅までなかったはずですね。140キロまで上げていいわけだね。そうなりますね。意外と140まで上がんないもんだね。実際の車と同じで加速して速くなるほどちょっと加速がしにくくなるっていう性質をクリービー再現したというふうに言ってましたよ。多分そうですね。あ、そうなんだ。だから実際140キロ停止しようと思ったら相当加速するの時間かかりますよ。あ、ちなみに実際の電車も結構そういう傾向が強いですね。一応言っておきます。次の通過するまでね、来ないもんね。そろそろブレーキかい。そうですね。ていうか高速度だったら早くブレーキかけないとやばいですよ。今すぐ最大ブレーキかけないとやばいですね。ていうか早くブレーキかけないと相当やばいかなっていう風に感じますね。この位置に止まんの、あ、これはしんどいな。さすがに残り200で高速度はちょっと無理かなっていう風に感じます。あ、ここに止まるんじゃこれは無理だわ。130キロ運転数だったらまあ正直言って 500m 前かかけないと厳しいですね。本当にすっとんだね。まあ正直言うと初見で電車を運転しているのでちょっとこればかりは仕方がないかなっていう風に思います。走るとまで随分時間があるね。一応ダイヤ的な都合でこういう風になっちゃいました。すいませんね、ダイヤの都合です。正直慣れたやっぱりこういう系って難しいですよね。シミュレーター難しいよね。逆にバッチリお手本示してもらってる制作者バシッというわけでクリーミーがやるぞ。じゃあバシッと。あら、クレイビーいつの間に。まあ、でもせっかくの制作者さんですね。クレイビーどうぞ。じゃあその、制作者の塩留さん自身が、ね、見本を示していただくと。お、バージョンアップはできないの？する予定です。今まで何人くらいの人これ遊んだ？今までは累計多分50人くらい遊んだかなっていう風には感じてますね。あー、すごいね。これは各駅停車？あ、全区間快速運転しますよ。全区間快速運転、そうすると時間はどれくらいかかるの？まあ、せいぜい20分前後っていうところでしょうかね。多分そこやった記憶があります。うんうんうん。
今ちょうど140km/h です。速度が120、110ぐらいか。140なの、ほんと時間かかるんだね。でここは通過。あ、ちなみにこの駅一応高架駅になってますよ。あ、すげえ。鹿島線とかってわかりますか？うん、わかるよ。なんかあの雰囲気で切って感じですね。あれはね、よく作ったよね、あんなもんね。雰囲気でが作れないからね、今ね、電車作るときにどうしてもね、新しく作ると高架になっちゃうと。まあでも一応確か貨物の方では中央があった記憶がありますね。あれ、あそこ貨物多いんだ。あったかくなったら鹿島線とか、あの九州、あの四国、四国じゃねえや、千葉の方とかいろいろね、レポとかね、行ってみたいなとは思ってんだけどさ。で止まるか。やべ、スマホ持ってるの結構疲れんね。さて行けますか。もう今減速してます。すごいよね。もちろん減速をしていますよ。ちなみにこの駅で先行列車を追い越します。おお。一応ドアも開いていますね。おお。なんか房総半島にある電車のこんな感じが多かったような記憶がある。この前ちょっと行ったからさ。なんか本の駅とか確か快速の通過待ちありましたよね、小路だけど。おお。そしてぴったりここで止まると。お、さすが、お見事。あ、いい感じですね、さすが。まあ、やっぱりクリーミーはね、作者だからね、ちゃんと運転したんだよな。あ、ちなみにこの運転だと多分鉄道界隈では下手くそっていう風に言われると思いますけどね。鉄道界隈厳しい。なかなか皆さんね、他人に厳しいですから多い。進化ゲームなんかみたいな。これで出発だ。はい、そうですね。ちなみに次は結構スピード出ますよ。あと結構風景も広がっていて楽しいかなっていう風に思います。あ、凝った作りになっとるわけだ。やっぱりずっと同じ景色ばっかり流しても面白くなくて飽きちゃうので、一応こういう工夫が必要かなと思ってこういう感じになってますね。鉄道向けシミュレーターとかの市販品のやつとかすごいらしいもんね、作りがね。なんかゲーム実況なんかちらっと拝見したことあるけど。140km ぐらいになるまでやっぱこのまま放置でいいんだよね。まあ、そういう感じになりますね。さっきの方がいい。あ、なんか対向電車っぽい。別に運転できるようになってるから、多分使用上できると思いますけれど、全部の列車運転できる設定はしてませんね。クレーミーがもしかしたらここ通過してくれるかもしれません。おそんな重くしなくても大丈夫だけどね。重くなんないよ。これは通過でいいんだよ。あ、通過です。
なみにこの町は結構大きい中枢都市って意味ですね、地方の。でかいね。あそこの高架線とかいいよね、上にある。実際信越本線とかそういう感じで立体化してますし、一部分ですが、まあ、なんかちょっと中枢都市っぽい雰囲気がしますよね。まあ、実際そういうのをイメージしてクリーミー作ったっていう風に私に教えてくれましたし、何よりやっぱり作者本人のあのクリーミーが言ってますからね、大丈夫だと思いますよ。あ、そういえば今回失敗されてましたものはまだ公開してない最新バージョンなんで、一応現在公開中バージョンの縦幅行きの場合ではなく、もっと先に行く運用ですね。今後クリーミーがアップデートするって言ってましたが、そのアップデート内容を一足早く公開することになりましたね。ここだからブレーキチェックしないとダメ。そうですね、ここでしっかりブレーキかけないとダメですね。強すぎ？ちょっと強すぎて、なんか入線速度が遅いですね。あ、ちなみに隣に止まった電車はなんか西日本の新快速っぽい雰囲気と電車ですよね。まあ新快速といっても何系かまでは言いませんが、まあなんかそれっぽい雰囲気がちょっとしますなーっていう雰囲気感じます。あー、ツードアだね。あら、ダメか。ちょっとここを低木6キロなんで重量編成のところに止めてください。あ、そっか、重量か。あ、実を言うとこの駅、各駅停車が先行っちゃうってちょっとカオスのネタがありますね。ちょっと鉄道のネタが強いですが、まあ、要するに前に追いついちゃう団子運転が楽しみますよ。ちょっとすごい癖が強い台かもしれませんが、ぜひお楽しみください。そこで出発？そうですね、出発です。あ、ちなみに A とか Z とか Q とかを失敗すれば結構加速とかブレーキの解除とかすぐにできますよ。微調整をすればゆっくり押した方がいいっていう感じでしょうか。一応操作のアドバイスですね。ちなみにここからは最高速度結構気をつけてください。なんだかんだ言って最高速度結構急に変わったりするんで気をつけてみてくださいね。あえて突っ込んでみる。いいですよ。まあ多分 ATS が自動的にブレーキかけてダメでしょうけどね。調整的にブレーキがかかるような感じになるの。まあ実際モードはじゃそういう感じですね。今ブレーキ1だよな。今20キロか。そうですね、相当前に追いついたか、多分20キロくらいかなっていう風に感じます。ちなみに20キロって書いてあるけど、近すぎると強制的ブレーキかかって0キロになりますね。速度計ばっか見てるね、意識でやってると。まあ実際そういうゲームですよ。実際電車運転するときも結構そういう感じになりがちですね。まあ一応自動運転っていう機能もあるんですが、せっかくですが使いますか。使ってみますか。じゃあどういうのやの。自動運転ボタンを押せばできますよ。あ、自動か。
多分これで自動運転になるかなっていうふうに感じます。おそらく制限速度に合わせて自動的に加速や減速をしたり、駅の方が近づいたらブレーキをかけるかなっていうふうに思いますね。ここで加速しようと思っても20超えてるから加速できない、強制ブレーキになる。やっぱり前に追いついてたから結構相当ゆっくり走ってますね。なるほどね。どの辺これからいじるの、開発で。確かクレーミーがなんかもうちょっと路線飛ばしたりダイヤを組んだりとかそういうことを言ってましたね。に車走らせるとかどう。昔クレミーやったんですけどちょっと重たいって吹いてましたね。やっぱクレミーでも難しいことはあるんですよね。この辺にじゃあカエルちゃんのマークつけるとか。ちなみにこの隣の電車がなんか詰まった原因ですね。ここで降りなくなってんの。今のところは多分この駅が終着って感じですね。ただ今後の馬車際には追い越しとかそういう運転もするかもしれません。まあとは今のところまだ決まってませんけどね。あ、そうそう、自動運転で電車が止まりますよ。結構この停止制度はいいんですよね。あっちで止まるんだ。一応こんな風に多分数センチ程度の誤差でうまくいけば止まります。あーすごいね、これを個人で作るっていうのはすごいよね。よくわかんないけどやったことないから凄さがわかんないみたいな。というわけでね、塩太郎さんが開発されたゲームをちょっと僕ちゃんが体験するということでやってみたんですけど、そもそも僕は鉄道シミュレーターっていうのはやったことがないんで、なんでいろいろね、まあ、大変でしたけども、まあ、なんかでもやっぱこれだけでもね個人で作られるってすごいなとはなんとなく思いましたけど、やった開発ってやったことないんでね、なんとも言えないですけどね。なんかこれからもどんどんね更新されていくってことなんでね、まあ、ファンの方はお楽しみにということですね。どうもありがとうございました。